然起きた大規模な地殻変動により大洪水が発生し、東京近郊は水没してしまう。これが後に言う東京大洪水である。東京大洪水後、わずかに生き残った人々は以前カテドラルと呼ばれていた場所に集まり、社会を形成していった。かつて東京と呼ばれた荒れ果てた地、過酷な環境の中で秩序を重んじ、神の手による理想郷、千年王国の建設を掲げるメシア教の教えは、疲れ切った人々の心を確実に捉えた。そして未完成であったカテドラルを完成させ、そこをセンターと名付けるのだった。メシア教によって築かれた理想郷、そこでは誰もが何不自由なく暮らすことができる。しかし、センター直属の警察機構テンプルナイトによる徹底的な管理を行っても争いは絶えない。人々は教えに従って全ての脅威を取り去ってくれる救世主を待ち望んでいた。記憶をなくし、自分の名前もわからぬまま、バルハラエリアのコロシアムで戦士として戦いを続ける少年。彼もまた謎の人物スティーブンから悪魔召喚プログラムを譲り受ける。戦いを続けるうち、センターへと連行されてしまったその少年は、そこで救世主としての使命を告げられる。アレフという真の名前、そして言われるがまま救世主としての運命を受け入れ、戦いを始める。確実に救世主の道を歩んでいくアレフだが、記憶の戻らぬアレフの意志は未だ流されるままに。そんな時である。アレフはかつてセンターで働いていたというメカタ博士に出会う。博士はバルハラエリアで共に戦った女性ヒロコの救出を依頼してくる。交換条件はアレフ出生の秘密、共に戦った仲間を助けるべく、そして自分の存在を確かめるべく、アレフはヒロコが捕らえられている地下世界へ向かう。そこで知ったセンターの真実、管理するための管理者のための理想郷建設という真意、アレフの心に浮かぶセンターに対する疑問、そして自らを救世主と定めたセンターへと向かう。ついにその本来の姿を浮き彫りにされたセンター、そしてそのために翻弄されてきたアレフの存在。センターが目指した理想郷は人類にとって真の理想郷となり得たのかもしれない。しかしセンターが選び出した救世主アレフの答えは違うものだった。目の前に現れる二つの意志、アレフという役割ではなく、アレフという存在が導き出す意志、彼の選択する未来とは、その目が見据えた新たな世界とは。かつて東京と呼ばれた地で、誰に知られることもなく最後の戦いが始まる。センターによって選ばれた救世主アレフ、アレフに対抗しつつも人類と世界を思い続けるもう一人の救世主ダレス、センターと共に魂のための理想郷を築くギメル、正義を信じ正義を貫き通すザイン、アレフを守護する宿命を背負い宿命のまま生きるベス、そしてこの世界の行く末を決める重大な鍵ヒロコ。数々の存在が自らの意志を貫くために戦う。そして意志は新たな世界を作り出す。創世記、今その物語が始まる。